皆様お疲れ様です。おてきゅうタイムです。1911年頃、馬場崎門前の道、赤レンガの建物は東京商業会議所、左手前は三菱2号館。1946年頃のカラー写真、1934年竣工の明治生命館です。こちらは亡き父が撮影したもので2008年頃と思われます。ここに2016年東京オリンピック招致の案内があります。結局2016年はリオデジャネイロとなり、東京は2020年開催を目指すこととなります。1911年頃、和田倉門。現在門はなく、和田倉橋と石垣が残っています。こちらは1932年頃、ここに写っているのは守衛所跡。1971年頃、2008年頃の和田倉橋。明暦の大火を経て1661年に竣工。現在の和田倉橋は3代目です。ここに映っているのは1961年竣工のパレスホテル。2009年に閉館、2012年パレスホテル東京として竣工しました。
1967年頃、和田倉噴水公園。